CGS お金のみ様、ま、こんにちは神谷総平です本日も縄文発祭の旅お送りしていきたいと思います講師は伊糸京さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,します今回はあの本題に入る前にですね、はいえー、新しい本が英語で出されたということで、はい、ちょっとご紹介いただきたいと思いますあはい、えー、この本のタイトルはですね The Secret Science of Asian Japan といいまして、えー、まああの古代の日本は神聖科学であると いうそういったタイトルなんですねでこの本をお書きになった方はエイブリー・モローさんといいまして今東京大学の修士課程で神道の研究をなさっている方です、えー、今度は今年の3月にアメリカに戻りまして、うん、アメリカのハーバード大学で博士課程に入りますけどもこのモローさんは実は佐賀県で日本に古代文字があるということを知りましてそこで2年間古代史の研究を入りましたその結果 その中にですね、ホツマ、ツタそしてカタカムラ、さらにはタケ文書等をこの本の中に盛り込んで紹介していただいてます、えー。内容を見ますとですね、このようなですね、英文で書かれてますけども、ふとまりもこの中に紹介されているわけですね。で、こういったものがですね、アメリカの大学で研究されるということは本当に私にとっても嬉しいことだと思っています。そして、モロさんのお話を聞きますとですね、 戦前また戦後近くにおいてはアメリカは日本の神道というものを戦争に導くものだという考えで日本に接してきたというふうに聞きましたけれどもよくよく私がその後のアメリカの変化はどうですかと質問しましたところ今のアメリカの考え方は日本人の精神の奥底に何かアメリカ人にとって学ぶべきものがあるのではないか。 というような、えー、お話をいただきましてですね、私もそとても感動しまして、えー、今度3月10日ですね、今年の3月10日に、えー、東京駅の八重洲口でモロ、えーさんの送別会と、えー、講演会を行うことになりました。うん、はい、そういうわけですね、はい。なるほど。まず。 ね、本当にあの我々も今 GHQ の占領政策のところなんかこの番組でもやりましたし、はい、あの医科大学って私が別にやってるところでも、まあ、勉強してるんですけれど、ええ、まあ本当にその時は神道って、ねはい、いう日本の古来の考え方が、まあ、日本の軍国主義を導いたんだというふうにして、はいうん、もう完全に皇室も神道も神社も全部ダメだというふうにして、ねはい、まあ日本人とそういう神道っていうのを切り離したのが、うん、まあ彼らのもう事実ですけれどもそれがですね70年経って、はい、逆に。 そういったものの中にこれからの世界の知恵というかですね日本人は和を尊ぶと言いますけれどもそういったものがですねあるんじゃないかということがアメリカのハード大学ですかね。そういうことをテーマに取り上げるしかもこの若いエイブリー・モローさんは31歳ですね。私たちよりも全然若い方がもうそういう形で研究されて大学で教えられるということですからんかこう。 一周回っっってて向こうううが先ちゃるみたいいな。そ感じしますね。日本なんかまだ古代史とかね言うとまあ偽書だとかファンタジーだとかスピリチュアルだとかいろんなことを言われますけれども本当アメリカはね UFO の研究もきちっと大学でやってますしね日本は全部そんなんやオカルトだなんだかんだって言いますけどでみんなびっくりするんですよ「ハーバードでもやってますよ」と研究と。 うん、日本大学はもう宇宙もやらない UFO、はい、もやらない,い<や>軍事もやらないそりゃ技術革新できませんよとそうです、ね、いう話をすると、うん、もうそこから反論を受けたことは一切ないですか。<laughs> はいな そういうものはもうんか古いとかそういうものに右翼だとか極主義だとかもうそうなるようにインプットされてるのでそこをねこういう番組で少しずつ解きほぐしていって別にすぐに我々に言ってることはべて正しいとかっていうつもりはないんですけどそういう考え方もあるなとかそういうことを勉強してみたいなと思う人が増えてくれればいいなというふうに思っておりますのでありがとうございます本の紹介。 ではあの今日の本題の方はいきたいと思いますが今日はうがや吹きやえー、うがや吹き合わせ合わせずですね合わせずはいはい、はい、お願いしますはいえー、今日のタイトルはですねうがや吹き合わせずのお話でございますけどもうがや青いカツラのあやというところのお話でございます、うん、すみません合わせずなんですか、はい、合わせずですねせ、はいはいえー、うがやうがや吹き合わせずの意味というのは何かというとですねうぶやを、えー、おたてになる その時に、その、おたてになるその屋根が、吹きあ、吹き合わさらないうちに。豊玉姫が、赤ちゃんを産むと、いうので、うがを吹き合わせると。ああ、そうなんですか。ああ、そう。はい。ええ。すみません、また、私は、不勉強を探してしまいましたけど。はい。 うがや吹き合わせるという方はですね、はい、実は神武天皇のお父様でございますね、はいえー。これはあの皆さんもご存知だと思うんですが、お母様は玉依、えー、姫という方でございます。そして今日の、えー、本題のうがや葵勝の葵というのは何かというとですね、このうがや様のお父様が、えー、山幸彦、えー、という方なんですね。で、この山幸彦はですね。 九州の方をずっと、えー、開拓をしていたわけですけどもそこで、えー、豊玉姫といいう方にお会いしますそしてこの豊,豊玉姫はですね九州の宇都神宮の方で、えー、赤ちゃんを産むということになったわけですけども、えー、急にですねこの山幸彦はお父様の荷ニ着ニのニ賢貴様に呼ばれて琵琶湖の方に帰ることになったんですね。うん でそのために急遽、えー、山幸彦だけ先に行くことになりました、うん、ところが、えー、この、えー、妊娠した豊玉姫様は後から行くことになったわけですけども途中で暴風にあって船が壊れてしまったと、うん、でその時に自分は必死になって、えー、いわゆる港にたどり着いたということになるわけですね、うん、そして急遽、えー、後から、えー、着きまして ケヒの海岸で,です、ね、赤ちゃんを産むことになったわけですね、うんはい、でその時、えー、山幸彦はなぜかその海岸の産屋をのぞいてしまったと「うん、古事記」ではその時に、えー、豊玉姫はワニであるというような話になってると思うんですが、うんうん、実は豊玉姫というのは船の一族でございましてその当時ワニ船船という船があったんですね、うん、でそれにちなんでおそらくですね、えー、古事記ではワニ船と のことをワニと言って豊玉姫と結びつけてしまったような感じがしますね、うん、そしてこの中にはですね青いカツラのアヤというのがありまして、はいえー、この部分はですね青いとカツラの話京都の今の青い、えー、祭りに関わる話なんですけども、うんはい、この関係とは何かというとですねカツラというのはですね青いよりも高いところにあるんですね、うん、そしてその形はハートの形をしているで 葵は葛飾りしたいところになって同じように葉の形はハートをしていると。うん、で二に木の巫女が豊玉姫にですね「あなたはもうこの山幸彦のことをあまり好きでないの夫婦のちぎりをですねなくしてしまうのですか?」と質問したわけですね。はい、なぜ質問したかとというと、えー、豊田真姫は自分の、えー、裸の裸姿を見ててしまって恥ずかしくて えー、京都の木船の船奥宮に隠れ住んでたわけです、うん、でそれを心配したお父様の二の巳事がですねやってきて葵と桂を持って、えー、その例えを、えー、上の方にある桂と下にある葵が夫婦という関係そのちぎりをあなたはなくしてしまったのかと質問したわけですね。うん、そしたら「いえそんなことはありませんと」と私は、えー、裸での姿を見られたことや同時に、えー、海で泳いでしまったこと。 えー、自分の女性の見で合いながら海で泳いだということをすごく恥じて今この木船の奥宮にいるんですっていうお話をしたわけですね、うん、そしてまああのその話から、えー、結局トヨタマ姫はまた再び山幸彦の方に戻るというお話がこの段に書いてあるわけですね、うん、そんな細かいことが書いてあると、はいなんかもうか具体的なことがそうですね それ全然出てこないいでですすねねござませんそういうエピソードがちゃんとちゃんと書いてありまして「にりぎのみこと」はこの時にですね「竜」というのはどういうものかというとですね「竜」というのは本来縄文の言葉では「竜と言いますけども竜は千年海に住み千年山に住み千年里に住むそういう息のない生命なんですけども同じくこの「 つと同じように人間は神の心それから地の神の心そしてこれが天神地義という言葉になるんですが、うん、鬼の心を知ることそれによって初めて指導者となるわけですけども、うん、あなたは海で泳いだこととかそれから、えー、裸の鉢を知ったことでまさに龍になる竜になる,になる資格のある姫であるというふうに人間の方が説得、えー、されたんですね。はい 非常にあの勇気をいただいたと、えー、豊田真姫は思いますね、うん、そういうわけで、えー、彼女は無事にですね瑞穂の宮といいまして琵琶湖の東岸にある多、うんえー、賀大社の近くにお戻りになったということになりますねなるほど 私も多賀大社の出家してるんですけどもさっきのその話の中でねこれ「ツマの価値観っていうか世界観の中では人はやっぱりそうやっていろんな経験をすることで全員じゃないでしょうけど神に神上がりするというかそういうふうな価値観がやっぱりあるんですねツマの中に。ですから経験はとても大事だとおっしゃってますね。 いや、あの、昨日、あの、全然関係ないんですけど、古事記の勉強会をしてまして。その時にも、そういう話を、あの、私がちょっと、私もそういう価値観なので。あの、そういうふうな話をしてたんです。が、ホッつまにも、やっぱ、そういう価値観っていうか、世界観が。まさにありますね。書かれてますね。ああ、なんか。嬉しいな。昨日の人たちに教えてあげたい。はい。はい。うん。 そうなんであと私「鵜家合わせずとかあと山里彦たちの話は全部九州で完結してるのかなっていうイメージがあったんですけどそうやって関西のまあ、菊根は京都ですよねとか田川滋賀ですしそっちの方まで話がつながってるんですかつながってましてもともと鵜屋様は高大社にお宮を構えてたんですね。 で先祖が新居の御こと以来ずっとです、ね、九州の開拓に携わってましたので賀屋さんもその後を継いで九州の方に行くという流れですね、はいうん、そしてその後の、えー、神武天皇も同じく九州で、はいえー、活動してたということで,、はい、でなぜこちらの方に来たかという話はこれから続けさせていただきます。はい、はいいわかりりまました、はい、ありがとうございますいや ちょっと今日のまた新しい世界観が広がりましたけれども、はいはい、まあだからね「古事記」には書いてないようなところがそうや、ね、っやっぱり「ほつマには書いてあると。ということでまあいろいろ学んでいくとやっぱりそ世界観がまた変わってくるなと改めて思いましたね。はい まあこういうことがアーバドでも教えられるんですかね。はい。そうですね。本当に。ですからそういうものをアメリカに伝わって日本の古代がわかるということは本当嬉しいですね。まあでもね、それをアメリカから教えてもらうとちょっと悲しいんで、ぜひね。日本でね。日本で広めたいですね。広めたいと思います。わかりました。はい、今日もともありがとうございました。はい、ありがとうございます。